こんにちは、茨城のよめっこです。今回はモンスターハンターライズの実況を始めてみたいと思います。ゲーム下手なんですけど、温かい目で見守っていただければと思います。まずキャラメイクですね。女性にします。可愛くしたいですね。なんかアジア系？可愛い。モンハンワールドにいましたね。かわいい、みんなかわいい。迷う。この方にしました。詳細設定でいろいろ変えていきます。すごい整形みたい。顎の幅。難しいな。えら。髪を下ろしてるとそんなにエラは気にならないんですけどね。間違えちゃった。背景のボタンを変えてしまった。R か L で背景の景色を変えることができます。表情ですね。 Y ボタンで切り替えることができます。
デフォルトでいいかな。年齢100歳にしてみたんですけど、100歳でも十分若すぎる。ちなみに実年齢31歳こんな感じですかね。二十歳とそんなに変わんない。筋肉量。変わりました？どこが変わったんだろう。わかんなくて。ないよりあった方がいいかなと思ったので、半分ぐらいにしましょうか。髪型ですね。やっぱりハンターだから髪結んであった方がいいかな。カラー設定ができます。ピンクっぽい色にしました。眉、いっぱいありますね。細い。これかな？眉の色も変えられます。奥行き、眉間の幅、
眉間の位置険しくなった。目です。上まぶた、下まぶた、目尻の位置、目の奥行き、目の幅、目の位置が変えられます。何が何だか分かんなくなってくるね。目の幅は大きい方がいいかな。鼻の高さ、鼻位置、鼻筋、鼻先の位置、もうなんかほんと整形みたい。したことないけど。もうデフォルトでいいかなって感じですね。口の奥行き、幅、位置、口角の位置、口の厚み、唇の厚み、唇の厚みだけちょっと髭はいらない、化粧、ペイント、いろいろできますね。ここはそのままでもいいかな。表情を変えてみました。インナーですね。これにしようかな。色を変えます。
なんか可愛いかも。これでいいかな。声を決めたいと思います。よろしく。すごいわね。よろしくな。ごきげんよう。はい、よろしく。お見事。とてもいい気分。私に勝てるとでも？自信満々よ。悪い？大丈夫。私がついてるよ。みんなのために。鍛えてますから。もっと強くなれる。やるじゃん。ひと狩り行きます。負けないよ、絶対に。燃えてきた。恐れるものなど何もない。常に冷静に。狩りってほんと刺激的。ポーズのサンプルです。表情、ここでも見ることができます。やっぱり声を可愛い感じにしたいと思います。今まで設定した一覧になりますね。細かい。この設定でセーブしておきます。名前を決めます。
イバヨメです。オトモガルクの作成に入りました。オトモ連れのワンちゃんですね。どうしようかな。ビーグルっぽいね。白い子にしました。こちらも詳細の設定ができるのでしていきたいと思います。目変えましょう。可愛い感じにしたい。目の色が変えられます。耳を垂れ耳とか。尻尾を変えます。もふっとした尻尾にしました。赤いのかっこいいですね。ボイス、かわいい、伸びてる。これが設定一覧です。出来上がったのでセーブしておきます。名前をつけます。ポッチです。オトモエルちゃんを作ります。実家の猫のラッキーに似せたいですね。
色もたくさんあります。目のタイプです。ちょっと青っぽいのがいいな。尻尾一番がいいね。インナーの色かわいい。泣き方ですね。サポートタイプ、ヒーラー、アシスト、罠を仕掛けてくれたりするそうです。回復、ファイト、ボートタイプです。ポマーコレクト、お宝好きなサポータータイプ。ヒーラーにしました。オトモアイルの装備設定一覧です。セーブします。名前をつけます。ポチと来たので、玉にしました。以上、キャラメイクの終了となります。この時点で名前を3つ考えないといけないという、ちょっと大変だなと思いました。なのでちょっと手抜きっぽくポチ玉になっちゃった。これからいっぱい配信していきたいので、ご登録よろしくお願いします。